訃報、ジャン・ロシュフォール氏、俳優。2017年10月9日。死因不明。引用朝日新聞。仏俳優ジャン・ロシュフォールさん死去、神唯の停止。ジャン・ロシュフォールさん、フランスの俳優が、9日までに、パリの病院で死去、87歳。AFP 通信などが報じた。30年パリ生まれ。20代から舞台や映画などで活躍し、パトリス・ルコント監督の神唯の停止、列車に乗った男など出演映画は100本を超える人気俳優。99年にフランスのアカデミー賞といわれるセザール賞の名誉賞を受賞した。